いやだ。ヒンキーに折り紙のインテリア作らせてみた。この紙でさ、部屋が明るくなるようなインテリア作ってよ。明るくなるインテリア。そうそうそう。紙で。紙で。いや、意味が全くわからないけど。そこをなんとかお願いします。いや、やだ。OK できた。やばすぎ。なめんなよ。折り紙様の実力、検証してみた。最近折り紙様折り紙様って言われてるけどさ。ちょっと待って、僕神じゃないから。あ、まあ、そうだよね。まあ、神様じゃないから、まあ大したもの作れない。ごめんごめん、僕が悪かったわ。なめんなよ。僕は神じゃないからこんなものしか作れないわ。失礼しました。あ、いや、全然全然。僕が神じゃないのが悪いだけだから。折り紙様、折り紙様。いや、神じゃないから。なんかね、これでね、うん、折り紙作れるっぽいよ。これで折り紙、まあ紙だからね。作り方も書いてあるしさ、なんかやってみてよ。じゃあ、鶴でいい？いや、いいよ、全然。じゃあ、鶴。鶴、あ、いいですね。うん、じゃあ、お願いします。鶴できたよ。やば。いやいや、たまにはてめえも作れよ。マジ？これでハートを作ります。こうこうですね、はい、山折りとか谷折りとか書いてあると思うけど、はい、あんま気にしなくていいよ。どういうこと？線がついてればとりあえず進めるから、次にとりあえず山とか谷とか気にしなくていい。そこをつまずいてる場合じゃないから。ちょっと混乱させんでやめてもらっていい？順調そう。緊張そう。完成する形が左右対称の折り紙って基本的に前でやった工程を左右で同じ形を作るから、はい、この斜めで折ってまた斜めで折ったらこっち側も基本的に同じ動きをするから、うん、多分次からの工程も同じようなところが出てくる。ちょっと何言ってるか分かんないけど。こことここを折ればいいのね。そう。あー、これは天才だわ。誰が？私、私。つかんねえな。え、諦めそう。諦めそう。真ん中にこう行けばいいかな。そういうことだ。はいはいはい。あ、そういうことだ。あ、待って、ハートじゃないこれもう。え、まだだね。いけたいけた。まだね。こっち？あ、こっちね。角を縁に合わせて、こう折って、角を折って、あ、ハート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 。俺のそっちでいいのか。あ、違うの？これが見えて、ちょっと油断しちゃった。あ、で、裏返す。はい。はい、完成。おー、素晴らしい。おめでとうございます。おめでとうございます。できました。やりました。折り紙むずい。